ごとに堂々の巨峰を進める大英が今全世界の注目を浴びて放つ大英カラー総天然色映画、吉川英治原作、溝口健二監督、新平家物語。平の忠盛、嫡子清盛、すまなく京に立ち返りましてございます。そかったではないか。一日、吉川英治氏夫妻は京都撮影所のセットを訪問してスタッフを激励しました。吉川先生に、清盛の心構えってのものについて一つお伺いしたいんです。そう、一口に言えばですね、清盛って大変悪入道みたいに思われてます、本当はね、君のようにいい青年なんだよ。あの平安朝末期ね、藤原政治の後、どうにも希望の持てない腐れかけてる時代、そういう時に生まれたのさ。がどんな悪い世の中でもね、希望をつかんで生きようという青年ね。それから自分の家庭周囲を見回してもね、何一つね、恵まれたものらしいものがなくて、自分の本当のお父さんさえね、誰やらわからなくて。言わんでくれ。威張ることないよ。お前さんだって白拍子の子じゃないか。週刊朝日連載5カ年、教師ますます好調の世界最大の長編文学、新平家物語を、6つの国際映画賞に輝く世界的プロデューサー永田雅一が、大映ならでは到底企てを及ばない雄大なスケールと豪華なスタッフにより、大映カラーに古典の特色を完全に生かして、本年度最高の芸術巨演として世に問わんとする新平家物語、新平家物語にご期待ください。